やばいやばい、マジで痛いです、マジで痛いです、マジで痛いです。僕足を怪我した155センチ。今日は知り合いにもおすすめされててコメントも来てた福岡の針治療の仙人がいる玄々堂に行ってみます。怪我の現状としては少しずつ歩けるようにはなってきたけど、まだ痛みがあって走ったりはできない。口コミを見たら1回の治療で治るとのコメントが大量。本当なのか、僕の足を持って検証します。最初から針やってれば1日か2日で治ってるのをギブスに入れて固める、固まるってことは、それをほぐすのに時間かかるんでしょ。まあ病人は言い方で言うと患者さんが痛いとかだっていうようなことをしない、一見優しいようでゴールの治りを遅くさせるってこと。インフォームドコンセプト。効果の8割から9割の地域が使ってる針はこれです。この太さ長さが多い。この場合はこれわかるかな。ああ確かに。これどこまでで。大丈夫だよ。俺は平気やけど。そうです。注射とかも入れて。うん、いいよ。キュン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 とほら。めっちゃ入ってる。マジで。ピースピースピース。え、何今の。どうした。今の何もしてる。前。違いがわからん。違いがわからんけど痛い。痛い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 。あれ今度こっちこっちこっち。揺れすぎてる。やばいやばい、マジで痛いです、マジで痛いです、マジで痛いです。最後来てる来てる来てる。今わからんけどどれか言わな。どっかわからん。3番目を止めます。4番目6番目止めます。それです動かすと痛いもん、これ力入れると。だから力も入れない。こうやってブン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 。2回戦。じゃあ資格持った人たちが勉強しに来るので、その人たちがこうやってムービー撮ってさ、自分の店に持ち帰って練習してやるね。他ではやってない。うちだけに正面から見た時にお皿が分かる。真ん中にないといかんの。思いっきり力ある。